ちょっと待って、いいですよ、なんでいいじゃん、今日はおっていう顔からスタートの、そうよろしくお願いしますそうです、今日は豊さんがここ最近、はい、おっと思った選手、各球団1名ずつちょっと挙げていってもらいたいなと思いますけれども、まあね、ずっと活躍してる選手ももちろんいるんですけれども、ここに来て、まあまあ、交流戦に入って、まあ、改めてっていうのもあるからね、そうですね、はい、見ていきたいと思います。まずはセ・リーグから、はい、まずカープです。カープ、はい、矢野、おですね、そうだな、はい、矢野は躍動変わるな、2投3投してみたいな、はい、ねえ、守備でもやっぱり躍動感が失われてないし、あそこ守ってたみたいなところにいたりとかしますもんね。そうそうそう、肩強いしな、はい、あと足速いし、で打ってもね、そうだな、いいですよね、なんかどんどんなんかこう使えば使うほどこう味が出てくるというかさ、うん、なんか躍動感が増してくるというかね、はい、だからこのまま続けてほしいなと思うよな。そうですね、まあ、そもそもねショートは小園選手だったんですけれども、はい、やっぱりその矢野選手がショートに来ることによってサードに小園選手っていうぐらいの、まあまあまあ、非常に守備範囲守備力いい選手ですよ、ね、いやそりゃそうだな、うん、いやだから矢野は見てて楽しいなと思うな。躍動感ありますもんね。あるある、はい、そうですね、あのね、ゴールデングラブも今年あたりとか非常に、いや可能性あるよ、ね、できますよ、ね、全然あるよ、そうですよね、あるある。さあ続いて、はい、阪神ですけれども、はい、阪神ではおっというのは、おっというのは最近、今年めちゃめちゃいいいやめちゃめちゃいいというかめちゃくちゃ耐えてるよね日曜日にね、援護点点が取って点をやっと取ってもらった時の顔っていうのがさ、そうすごい印象的なんだけど、はい、まあヒーローインタビューでも平気で言うよね、そうです、もうちょっと援護点取ってほしいなみたいな。でも最近いなかったらとんでもないことになってるよな阪神が。今年のそうですよ、成績だけで言えばね、うん、だからおっていうよりももうおーみたいな気持ち、もう拝む感じだよね。でね、今年は日曜日を任されていて、はい、さらに雨が多くないですか。雨やぎさんじゃなくて雨木さんというふうに最近、まあそうだね、グッズも売られるんじゃないかぐらいに言われてるんです。まあ、確かにあの条件の悪いところで投げながら頑張ってるよね、はい、であわやノーヒットノーランもっていう試合もありましたし、まあ、そうだな、うん、まあ、前日に大瀬良がやったのか。あそうですね、ノーノーやりました。でもうすぐ、うん、金曜日大瀬良投手で、え、まあ、最近もやるかみたいな、こんな安売りしていいのかみたいなノーヒットノーランみたいな、はい、あったけどね、うん、まあ、だけどかなわなかったけど1安打に抑えてな。そうです、いや佐伯も頑張ってんな。今年の投手陣を引っ張ってるのは佐伯投手かもしれないです、ね、いやもう支えてるよね、引っ張ってるっていうよりも、はい、まあ、そんな感じがする、うん、あとやっぱヒーローインタビューが面白い、はい、思いのほか面白い、ね、面白い面白いですよね、はい、巨人です、伊豆口、あ、伊豆口選手、はい、やっとホームラン出たしね。そうですね、プレーが何気ないんだよね、うん、だから大げさに見せないというかさ、はい、守備でも、うん、いやいやこれは当然取りますよみたいな、まあ、そんなんださりげなさがいいのと、はい、まあ、バッティングではこうやっとこうなんかこう場に慣れてきたというかさ、うん、まあ、思い切りが出てきたというか、はい、まあ、これからもっともっと活躍してくるだろうなっていうふうに思うよ、うん、そういう匂いがする、まあね、疲れとか途中でこうどうなんですか、うん、いやまあそりゃ疲れは誰だってあるしな、うん、これは抜けていかなきゃいけないんだけども、はい、まあ、だけど名門出てるというところがやっぱ強みかなっていう、まあ、少々じゃへこたれないぞみたいな、はい、まあ、その中でも競争しながらあのこの地位まで来てるわけだから、はい、まあ、そこら辺は期待をしたいよね。そうですね、うん、もう今となってはね、あのショートに欠かせないスタメンの選手でも密着してますからね、うん、もちろんそうだ、うん、さあ中日です。やっぱ田中美希はいいな、あの2本目のホームラン、まあそうだな、ホームランもさることながら、あ、まあ、あんなね小さな体でコマみたいにピョーン回ってなカチン言うてそう入るんですよ、ね、入る、はい、だからまあ力じゃないんだよ、でかさじゃないんだよ、うん、ただ俺が最も認めたいのはやっぱ彼が入ると、うん、やっぱ中日の野球が締まるというかさ、うん、そんな感じがするよね、カリステ同様。ああ、挟みますね、やっぱカリステ。ちょこちょこ、だ小出しにしょうがないと。だってカリステはスタメンでやっぱ打ちますからね。だから打つって言ってんじゃん。ホームランも打ったし。打つって言ってるって。言ってた、ずっと。
でもまあ、いや今は田中美希やね、はい、やっぱこう野球が変わるというかさ、中日のなんかこう締まってスピード感も出てくるしね。そうですね、非常にやっぱいいよなって思うよね。まあ、166センチと非常に小柄で、はい、巨人との試合の時は、はい、ファーストに秋広選手がいて塁に出た時にもう全然違うよ、はい、あれみたいなこともね、解説の方おっしゃってましたけれども、まあ、まあ一番でかい選手と一番小さい選手、小柄な選手、ね、うん、あとは日本ハムの新庄監督がやっぱ田中美希也選手のことを絶賛ベタ褒めされていたと。まあまあそりゃそうだよね、まあ、まあ小さくて得してるからな。そういやいや、だから夢があるというか、そうやっぱり、まあ、少年少女野球、そういう人たちに夢があるというね、はい、だからまあ与え続けてほしいなって思うけど、ね、そうですね。もう中日ファンの間でね、ミッキーミッキーって言って親しまれてますけどね。まあ、そうだね、はい、はい、ベイスターズです。梶原、はい、梶原選手、やっぱり梶原って1年目からすごく非凡なものを感じてたし、うん、まああのデカさでやっぱ足速いしね、はい、器用さを持ち合わせてるし、まあもちろんパンチ力もある、うん、だからこう本当に3秒揃ってる選手なんだよね、はい、だからそれがだん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 バランスよくゲームで出てくるようになったかなっていう、うん、もう最初はさ、あ、たまに打つ選手だなとか、うん、まあ守備もそこそこだよねとか、うんうん、まあ、走らせたらまあまあそこそこ速いよねじゃなくて、はい、まあ、最近ではその三拍子が整ってるような、うん、打ったらもう三塁までバーン走れるとかさ、はい、なんかこうだん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 こう殻を破ってきたというかさ、うん、自分の本当の姿になってきたというか、はい、だからこれからもっと良くなるかなっていうふうに期待はしてるけどね。まあ、期待も込めてというところですね、はいはい、さあヤクルトです。いや松本なキャッチャーとしてね、あ、なかなかチャンスをもらえなくてさ、やきもき、ね、してたと思うよ、はい、でキャンプの時は一軍にいるんだよ、でキャンプの時はフリーバッティング見てて、うん、いいバッティングしてんのよなとか思いながらも、やっぱこう内山とか古賀とか、はい、あと中村とかね、まあ、その正捕手と争いにちょっと負けながら、はい、まあ、ファームにいた、うん、でまあ怪我人が多く出てきて、うん、チャンスをもらえた、はい、もう一発回答だよね、スリーラン打ってみたいな。で見事なホームランだしさ、はい、やっぱバッティングはいいなっていう風に、まあ、思わせてくれたよね。まあ、あの正捕手がね一気に3名離脱っていうことになって、はい、松本選手も、まあ、なかなかこの層じゃ自分もあまり出られないのかなっていう風なモチベーションでいたのかもしれない中での大抜擢ですもんね、はい、そうだな、うん、だからそこに答えを出したというのがさ、だからすごく、あ、苦労してるけども、うん、しっかりやってたんだろうなっていうのが伺い知れて嬉しかった、うん、そうですね、はい、さあパリーグですけれども、ソフトバンクは誰ですか。ソフトバンクは柳町、うん、あ、ようやくですよ。多分交流戦の時に上がってきたと思うんだけど、交流戦からですなあ、はい、下でしっかりやってたんだろうな。ですよ、下で正木っていうのもいるんだよ、はいはい、これもね2軍ではね無双状態なんだよ、はい、いいんだよ、うん、でも柳町が上がってきてやっぱそういう競争があるんだろうな。いやすごい必死にやってるし、うん、打つところは打ってるし送るところはしっかり送ってるっていうようなね、はい、やっぱなんか一つまたしっかりした野球ができてるなっていうような感じがするね。ファームでずっといい成績を残してたんですけど、うん、やっぱりその外野手、ソフトバンクの外野手、まあギータがいた頃なんですけど、はいはい、もうそこも無双なので小久保監督がもう柳町選手に今耐えてくれと、うん、上が今こういう状態だからなかなか上げられないけどとにかく耐えてくれっていうふうにずっと言ってたらしいんですよ。まあそうだな、はい、そこでようやく上がってきて、そこからすぐにやっぱり一軍でも成績残すっていう。そうだな、うん、だからもうチャンスをものにしたよね。しましたね。だからこれ、まあ、仮にギータがね、うん、まあまあ今シーズンは無理だって言われてるけども、はい、戻ってきたとしても、うん、落とせないよね柳町を。いや落とせないですよ。誰なんだろうって代わりの落ちるのはっていうようなぐらい、うん、もう本当にしっかりした地位というか、はい、頑張りを見せてくれてるよね。そうですよね、うん、まあ、これはやっぱりこう球団が持ってる緊張感なのか、うん、いい雰囲気でやっぱり野球をやってるんだと思うよ。そうですよね、はい、さあロッテです。まあロッテはね高部、はい、ねえ、まあ、何回も高部が帰ってきてどうのこうのって、うん、ロッテは良くなったとか、うん、まあいろいろ言ったけどもやっぱ高部はいいな、はい、やっぱバットコントロールも良ければセーフティーバントやって走ってる姿、うん、内安打の姿、うん、もうヘッドスライディングしたらもうかなり飛び越えていってるから、まあ、そのぐらいやっぱりスピードがあるもんね、うん、
いやだから高部はやっぱいい選手だなと思うな。あのね、11連勝の前までなかなか状態がっていうチームにやっぱりその高部選手が3番に入ってからだもんな、はい、帰ってきてから11連勝っていう、うん、そうだね、はい、なんか雰囲気を変えられる選手だな。そうですよね、うん、引き続きねやっぱり高部選手いいということで、はい、高部さん選んでいただきましたが、はい、日本ハムは、日本ハムはねやっぱりタミヤもうやっぱそうか、代打に出た試合があってね、火曜日、まあ、勝負7回裏だよ、はい、で清水に送らして、ね、代打タミヤ、はい、タミヤ持ってくるんだと思って、うん、高橋宏斗の初球だよインサイドの、はい、それをライト前に引っ張って、うん、まあ、タイムリーにはならなかった、ホームでアウトになったからね。中島拓也選手がアウトでしたけどね。いやだけどああいうことはやっぱあの若さでしっかりきちっと仕事をできるっていうのは、うん、やっぱもうしかるべりバッティングを身につけてるな。ですよね、うん、あの日スタメンマスクかぶったのがね、そう清水選手だったんですよね、あの日は、ね、タミヤに縦振りの話を聞いたら、うん、まあいろいろ先輩たちが縦振りをやってたんで、それを見よう見まねでやったっていうんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、ちょっと試しに見よう見まね で、うん、で誰に教わったんだって聞いたら、うん、見よう見まねでって、うん、まあ、それだけセンスが高いということなんだろうけど、うんうん、やっぱりいい先輩がいる、はい、ね、でそれで打ってる選手たちがいる、うん、で結果を残してる選手たちがいる、うん、それを見て自分もやってみようとしたのがやっぱり今となって花を咲かせてるという。だからやっぱ伝統とか、うん、いい選手がいるチームとかそういうのっていうのはいいな、引き継いでいくから。そう、いい先輩がまたいるんですよね。なあ、うんうん、ただそれを自分で積極的に取り入れていこうとして実践したタミヤ選手っていうのもすごいなって、すごいよな、うん、思いますね、うん、あ、コーチとかじゃないんだ。当然誰かに習ったのかなと思ったら、うん、誰に習ったんだって、誰って何ですかみたいな、習ってないのって言ったら、はい、いや先輩の身を見まねでって言ってたら、すごいです、ね、で自分でアレンジしながら考えながら、うん、今のところに到達してるんだと思ったら、いやただ本当に代打で出てきて初球を、いや高橋宏斗だからそらなかなか打てないよお前あれびっくりでしょ、何球投げられても遅れるよお前、あの振り遅れになりますよね、それをきっちり捉えてるんだから、ちょっと詰まり気味だったけどね。でもずっとベンチでまあ見てたわけですよね、投球をきっと。すごいよ。いやすごいな、キャッチャーとしてもね、バッターとしても素晴らしいですよね。でこの前ファームのゲーム見てたら今川出てないんだよね。どうしました？わかんないね。ちょっとね、今川選手どうしたんですか、ね、泣き崩れてんのかなと思って、もうタミヤタミヤ言っちゃうからって言ってね、上がってきてほしいですね、はい、早く。さあ楽天、絶好調楽天からは誰ですか、はい、いやーこれ王だな、はい、やっぱ彼、まあ昨年もそうなんだけど、うん、彼が活躍してる時ってやっぱ楽天って強いよ、うん、だから一つのポイントを握ってるというか、楽天の命運を握ってるというかさ、はい、だから彼がやっぱ打つとやっぱチーム勝つし、はい、打たなければ負けるという。そうか。でこうちょっと調べていったんだけど、はい、小郷がノーヒット、鈴木大地がノーヒットだと負けるんだよ、うん、あ、そうなんですか。なんかね、そういうのがあって、で小郷打ってる、あ鈴木大地打った、あ勝ったみたいな。だから小郷が打つか打たないかっていうのはすごく楽天にとっては大きいんだよ。なんか一時のカープの小園選手と正解選手みたいな、そう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 、秋山と小園みたいな、あ、そうです、はいはいはい、まあ、そんな感じだったよ。そうなんですね、うん、だから王鵬っていうのもバッティングいいしパンチ力あるしな。あの先週の試合では満塁ホームラン打ちましたし、今週の火曜日はあのサヨナラだなあ、逆転サヨナラな、そうですそうです、見事な活躍をしてるけど ね、あの村林選手と王鵬選手の顔が似てるっていうのでもう今ちょっと話題になってるっていう2人が、目が大きいよね、目が2人とも、そうそうそう、ちょっとびっくり顔だよねちょっとそうですね、何かありましたかみたいなね、そうそうそう、びっくり顔っちゃびっくり顔だけど、似てるっちゃ似てるよな、なんかね遠目だとね、まあ確かにね、ですよね、まあ、確かに確かに、うん、うん、王鵬選手絶好調ですね。そうだ ね、さあ快進撃をね現段階で続けているオリックスからは誰ですか。やっぱ西川だね、この時期は、この時期はって言ったら申し訳ないけど、はい、あの交流戦、うん、セリーグのピッチャーをことごとくコッパみじんにするな
そうですね、やっぱすごいな。多分セ・リーグでもう、ね、対戦何度もしてるだけ知ってるからです、ね、知ってたら打つんだよ、はい、今4番ですよね。そうそうそう、うん、それはもう撮影時には6連勝してるけど、はい、してる時なんだけど、やっぱ6連勝中全部打点上げてんじゃないかっていうぐらい、うん、やっぱいいよな、無双だよね今。ですよね。あのね、一時期本当に怪我人もとか出だしもの時になかなかその調子が上がってこなくてって、まあ、そうだな、あったんですけど、ね、やっぱ知ってるっていうのは強いんだよ。だからこれからやっぱ西川って、うん、まあ、一回りも二回りもパ・リーグのピッチャーしてるから、うん、はい、これからやっぱ打ってくるんじゃない。あのこれリーグ戦に戻ってもこの状態、いい状態で入っていけそうな、いけそうな感じがするけどな。そしたらオリックスもうちょっと嬉しい材料というか、まあ、そうだな。あとは森がね、どのタイミングで戻ってきてくれるかとか、うん、まあ、いろいろあるけどもね、うん、まあ、若いピッチャーもね出てきたし。そうですね、オリックスは、まあ、これからやな。これからですね、はい、で戦力も、ね、これに戻ってくれば、そうだね、はい、また巻き返しになるんじゃないかと。さあ最後、はい、西武からは。西武な、竹内か。あールーキーの竹内投手、はい、まあ、竹内もなんかちょっとな、現時点では体調不良ということですけれども、うん、あの体調不良でな、うん、まあでもいる時はね、はい、完封目前まで行って、うん、足つって変わったら負けちゃったみたいな、うん、ありましたね、部分もあるけど、はい、でもね俺本当に頑張ってほしいのは古賀なんだよ。キャッチャーの古賀、なぜなら後輩だし、はい、いやあの子はね俺ねチームを引っ張っていけると思うんだよ、うんうん、だからあの子を中心にチームを作ったらどうやろうって思うよ。人もいいし、はい、うん、で打つのも打つしね、うんうん、だからあの子を中心にチームを作るといいのかなっていう予感がする。予感がする。予感がする。うんうんうん、おかんじゃなくて言うと予感。お前俺の顔見てお前想像すんな。ちょっとおかんが知ったんですよ。それ言うんじゃないかと思って。いや予感。予感がする。うん、だからやっぱなんかこう伝統してるしね。そっか、そういうのもあるんですね。うん、で、あの5月の月間 MVP も竹内投手。まあそうだな、竹内取ってるな、まあ、竹内投手もね、うん、いいけど、まあ、まあ体調壊してる場合じゃないんだよ本当に。今はね、もうチームが体調壊してるから。いやそうなんですよもういや本当な、だからまあ頑張ってほしいと思うけども、うん、はい、まあ、一人で頑張ってるようなそんな感じだったしな、まあ、打ってくれないところも必死でな、うん、耐えながらもう援護点があるまで頑張ったりとかね、うん、まあ、いろいろしたからね、うん、そうです。さあ12チームのね、ちょっと豊さんの最近、はい、おっと思った、ね、選手を、はい、あの12人挙げてもらいましたけれども、はい、またね、リーグ戦に戻れば、新たなおっと思ったニューヒーロー、いや、それもちろんあるでしょう。そうですよね、うん、またその時にはね、取りたいと思う、うん、ですよね。で、この客パターンもちょっと取ってみたいんですよね、逆に。はぁみたいな。そうそうそう、どうしたのっていう、逆バージョンも、あの、カツを入れる、頑張ってほしいっていう意味も込めて。ちょ、森藤が名前言えよ。いやなんだよ、何やってんのよみたいな。カツオ、カツオね、はい、それもちょっと動画できればなと思います、はい。